フェンダーテレキャスター。テレキャスター。テラカスターは、フェンダーの創業者、レオ・フェンダーが開発した、エレクトリックギター。1949年頃、エスクワイヤーの名前で発売が開始された、テレキャスターシリーズは、ソリッドボディやボルトオンネックなど、伝統的なギターの概念からは大きく離れたもので、あったが、市場からは、好評を博した。その後もフェンダーの主力機種。 ヒーテは、エレクトリックギターの定番として、ストラトキャスターと共に現在まで生産が継続されている。テレキャスターの成功により、伝統的な製品ラインナップを守っていた、ギブソンも、レスポールモデルを発表し、以降、大手メーカー各社が、ソリッドボディ市場へ参入した。テレキャスターはボディが削り出しの板で、空洞部分がなく、ネックも一本の木材から削り出し、 さらに、ネックとボディを別々の工程で製作し、最終的に両者を4本の木ネジで繋ぐという、デタッチャブル方式、ボルトオン方式とも呼ばれると呼ばれる構造、製法である。発売当初のボディは、アッシュ材などをついで成形した一枚版、ソリッドボディで、ギブソンのギターのように、ボディ表面を滑らかな曲面仕上げにする手間を省いた、まっらな形状が特徴であった。ネックは、 メープル材を削り出し、ヘッドに角度をつけず、ナットにかかる点4を稼ぐためにストリングリテーナーを止めてある、指板材は張り合わせずにフレットを直接打ち込んだもの、ワンピースネックであった。それまで主流だったフルアコースティックタイプのギターでは、ボディが空洞で、しかもネックとボディを二皮などで接着していたため、非常に正確で緻密な作業が必要とされたが、フェンダーは工程を、 単純化する大胆な手法を採用した。さらにボリューム、トーンコントロールなどのスイッチ類をボディ裏から木をくり抜いてセットするのではなく、一連のユニットとして一つの金属プレートにまとめてボディ表面にねじ止めれている。さらにリアピックアップには金属プレートが設置されており、配線、デンアースもこのプレートとブリッジプレートの導通を活かして、 ピックアッププレートネジブリッジプートサドル弦と同通されている。このため、弦アースの配線穴を通す必要がない。ピックアップはボディ表面から取り付けられ、ブリッジユニットはリアピックアップのマウント台を兼ねており、テールピースは省略され、弦はボディ裏から通されるなど、信頼性と音質とコストダウンを両立させ、流れ作業的な大量生産を可能にする構造になっていた。 ピックアップはフロントとリアにそれぞれ異なるものが搭載されている。フロントピックアップは細いボビンに金属のカバーをかぶせたものであり、リアはカバーのない幅広のボビンでブリッジユニットから直接吊るされる。リアピックアップにはフェンダーがそれまで作っていたスティールギターの影響が残っているとも言われる。フロントピックアップは当時発売されていなかった。 エレクトリックベース代わりとしても使用できるように開発したとの説やジャズミュージシャンに人気のあったギブソンのような音を狙うという説もある。だが、このフロントピックアップを若干パワー不足と感じるものもおり、キース・リチャーズやロビー・ロバートソン、アンディ・サマーズ、アルバート・コリンズ、マイク・スターンなどフロントをギブソン型のハムバッキングピックアップに交換してしまうギタリストも多い。 フェンダーオリジナルのハムバッカーを搭載したカスタム、チンラインやデラックスといった派生機種もギブソンのそれとは異なる独特な音色が支持されている。ヘッドは6個の糸巻きを直列に並べたデザイン。ボディはマーティンのドレッドノートモデルに影響を受けたシェイプに高音域の演奏性を考えてカッタウェイを設けたスタイルである。樹脂製の大型のピックガードが装着され、色は キメの透けたクリーム色、ブロンドがメインカラーで、折って、サンバースト、ブラック、レッドなど各色のバリエーションが増えていった。1970年代になると NC ルーターが導入されたが、左肩のネックポケット部分が正しく切り出されなくなってしまった。それまでのテレキャスターは、左肩のネックポケットは L のように切り出されてたが、70年代に入ると、 若干曲線が上がり、L ではなくなってしまった。1981年に入ると、この間違いに気づき、NC ルーターの見直しが図られ、ボディシェイプは元に戻された。フェンダーのギターの特徴は、シングルコイルを生かした、澄んだ、高音域である。ギブソンのハムバッカーに比べると、ノイズを拾いやすいという欠点はあるが、高質で、はっきりとした音を出すことが容易である。 ピックアップはフロントとリアでそれぞれ巻き方が異なっており、ピックアップセレクターでセンター、フロントリアを選んだ場合、ハムバッカーの原理のようにノイズを消すことができる。この状態をハムキャンセルという。トレモロユニットを装着した後年のフェンダー、ストラトキャスター、ジャズマスターなどのギターに比べ、テレキャスターはよりタイトで独特のアタック音を持つ。また、 ディアピックアップの周囲にある金属プレートもテレキャスターならではの音の要因と考えられている。当初はエスクワイヤー、エスクワイヤーの名称で1949年に発表、ブロードキャスター、ブロードキャスターという名前で1950年に発売された。だがグレッチがすでに類似の名称、ブロードキスター、読みは同じをスネアドラムで商標登録していたため、 名前が似ていて紛らわしい特徴が来て使えなくなってしまった。これにより名称変更を余儀なくされたフェンダーだがすぐに決定とはいかず、とりあえず製造済みのデカールからブロードキャスターの名前を撤去した古いデカールを使用して販売。この時期のものはノーキャスター、ノーカスターと呼ばれる。そして発売から2年後の1951年にテレキャスターが新しい名前として採用された。 ブロードキャスター、テレキャスターは、どちらも当時開始されたばかりだった、新技術、テレビジョン放送、ブロードとテレビジョンのテレにあやかったネーミングである。50年代後半には、ローズウッドンのモデルも追加された。1968年と69年には、サイケブームもあって、ピンクペイズリーとブルーフラワーの柄を貼り付けたモデルを発売した。壁紙を貼り付けて、 シースルー塗装し、クリアを吹くという方法で製造された。1968年にはボディに中空部分を設けて F タイプのサウンドホールを開けたテレキャスター新ラインというモデルも追加。1969年にはオールローズテレキャスターが発売される。ギターの指板に使われていたローズウッドでボディとネックを製作したモデル。ネックは ローズウッド1ピースで、ローズボディは軽量化のために中をくり抜いた、ホロを加工されている。互いに、ホロを加工した、ローズのボディ同士を薄いメープルを挟んで接着した素層、構造出る。メープルを挟んでいるのは、ローズウッド同士を接着することが困難だったためで、ある。1970年代に追加された他のバリエーションとして、テレキャスターカスタムやデラックス、 1983年に発売されたエリートなど派生機種が多数存在する。なお、1959年から68年まで発売されたモデルと72年に発売されたものと2種類あるカスタムについては後者を72年カスタムと呼ぶことなどで区別するのが一般的である過表を参照。フェンダー車はヴィンテージシリーズや カスタムショップのタイムマシンシリーズなどで過去のモデルの再生産を行う一方、アメリカンテレキャスターなどでは6分割のサドルや新開発のピックアップを搭載するなど、使い勝手と汎用性を備えたラインナップを展開している。また、フェンダー社以外にも多くのメーカーがテレキャスターを模した、もしくは影響を強く受けたモデルを開発、製造している。 カントリーシンガーソングライターのマール・トラビスが所有するポール・ビグスビーが1947年に制作したギターをレオ・フェンダーに貸し出し、それをもとにレオがテレキャスターを作ったという説がある。これはトラビス自身が語ることによって有名になった話で、エスクワイアとこのギターの共通点として、ソリッドボディのシングルカッタウェイ、片側6連のペグ、弦の裏同士などがある。 この時期当事者たちにはそれぞれ面識があり、レオがビグスビーのギターを全く知らないということは考えづらいが、レオはこの話を完全に否定している。ただ、ビグスビーは死ぬまで自分のアイディアを横取りされたと思い、レオを恨んでいたと言われる。なお、問題のマールトラビスのギターは、ボディとネックはバーツアイーメープル、指板はローズウッドで19フレットまで。 ポジションマークは3フレットがハート、5フレットがクローバー、7フレットがダイヤ、9フレットがスペードである。ネック構造はスルーネック。ボディシェイプはむしろレスポールモデルに似ているが、ボディトップはフラットである。ピックアップはブレード型ポールピースのシングルコイルがリアに一つ。ブリッジは木製でバイオリンのテールピースを模した装飾部材の全般に、 ボディ裏から通された弦の出口が6つ並んでいる。コントロールはボリュームノブ3つとテレキャスターに似た3ポジションスイッチが1つ。木製のピックガードにマール・トラビスのインレイが入っている。特筆すべきはヘッドストックの形状でバイオリンのヘッドストックを横から見たところをイメージしたとされそれはストラトキャスターのヘッドストックに酷似している。エレクトリックギター界において 非常にポピュラーな存在で、多少の流行り廃りはあるが、1950年代から現在に至るまで、使用者はジャンルを問わず多い。その他に、プリンスは、フェンダーのものではないが、ホーナー製のテレキャスタータイプ通称、マット CAT をデビュー当初から、キャリア後期に至るまでメインのギターの一つとして、トレードマークもなっている。また、ジミ・ヘンドリックスは公演の直前にストラトキャスターの、 ネックが折れてしまい、大体としてテレキャスターのネックをストラトキャスターに付けたと語られているが、実際にはテレキャスターのネックとストラトキャスターのボディには互換性は全くなく取り付けることはできない。彼のギターはカスタムモデルであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。